こんにちは、サクエでございます。サザエでございます。今回はね、ちょっと珍しいこういうラジオ系の愚痴動画みたいなまあこういうね、愚痴動画ってさ、あんま良くないんじゃないのってね、思う人もいると思うんだけど、めっちゃしょうもないから大丈夫です。めっちゃしょうもないんで、もう鼻で笑うようなねレベルなんで、聞いてください。私サクエはですね、メルカリ、フリマアプリを使うことが最近多くてですね、出品もしたりするんですよね。購入ももちろんするんだけど、購入が多いかな。ただ出品も結構するんですよね。で、その中でですね、発送日っていうのがあって、1日から2日と、2日から3日と、4日から7日っていうこの3つの選択肢を選ぶことができるんですけど、俺の場合はですね、4日から7日を選んでるんですよね。全部の商品に対して。まあ、それがなぜかっていうと、まあ、例えばなんだけど、金曜日にまあ、誰かが購入したとしよう。俺の商品をね。で、まあ、土日を挟むと思うんだけど、俺のね、発送方法的に、郵便局でね、受け渡しをしてお金を払うみたいな、感じの発送方法なのよね。だから土日が空いてないんですよ、郵便局。だから金曜日を除いて、土日挟んで3日目ぐらいにようやく出せるかなぐらいの、あれだったわけよ、スパンだったわけよ。まあ俺はね、なるべく早く持っていける時に持っていこうと思ってね、1日2日、こうして3日目にね、郵便局に行って発送したわけですよ。まあ、月曜日ね。月曜日に発送しに行ったわけですよ。で、まあ、普通にね、メッセージを、これ先言ってなかったな。先にね、発送する前に、ご購入ありがとうございます。発送までお待ちくださいっていうね、めちゃめちゃ丁寧なね、ことを言ったわけですよ、俺は。まあ、これは普通ですよね。で、発送した後もですね、発送いたしましたんで、しばらくお待ちくださいみたいなことを、まあ、書いてですね、まあ相手からは何も返信が来ず、まあ別にそれはね、返信しないしするは人それぞれなんで別に何も思ってないんですけど、で、次の日よ、ここで問題が起きたんです。ここで問題が起きてですね、火曜日のね、12時過ぎぐらいかな、にね、受け取りされたんで評価お願いしますみたいな通知が来て、え？って思ったわけよ、俺は。昨日発送したのに、今日届くんだみたいな。でも、1日で届くこともあるみたいなのよね。アルミだけに。だから、まあそんなに疑問は抱かずにですね、まあ評価をするわけなんだけれども、まずね、メルカリの仕様上ですね、相手の受け取り評価が表示されてないんですよね。自分が評価するときに、自分が評価したと同時に評価がお互いにこう反映されるみたいな形なんだけど、普通に相手の評価をしたわけですよね、購入者の。で、まあ俺は良い出品者でしたと悪い出品者でした、え、違うわ、いい購入者でした、悪い購入者でしたっていうね、2つの項目があって、俺は良い方にしましたと。まあスムーズな取引ができましたみたいな感じで書いて送ったわけですよ。で、俺のね、プロフィールのとこ行ってさ、まあ自分の評価をね、見たわけですよ。まあまさかなとは思ったけど、星がね、マックスが5なんだけど、4.5 になってたの。いや、これびっくりしたよね。いや、頭の中ちょっとね、ヒヤッとした、マジで。いや、何が起きたんだと思って。いや、受け取ってるんだよな、相手。なのに、え？待って、でも梱包とかもちゃんと俺してたよな、と思って、思い返してみたの、梱包ね。で、俺の梱包方法としては、まあ、ゲームソフトのカセットだけじゃなくて、入れ物まで、あったから、まあ、それをね、新しいね、新品のビニールにね、包んで、そこにプチプチ巻いて、はがきとしてね、出したわけですよ。だから、もう、そんな簡単に梱包を破ってまで、強い衝撃はなかなか無理でしょうと思って、水濡れも全然防止できてるし、二重だし、いや、衝撃も全然そんな軽いもんだしね、ゲームソフトって。だからもうそんなに
ひどいことあるみたいなと思って、あ、そういや、評価と同時にコメントできるんだと思い出してね、見たわけですよ、恐る恐る。悪い評価のところ。そしてね、コメント見たんだけど、遅い。届かない。いやー、本当にびっくりしたね。これは。なんでこうなったんだろう。俺の話ちょっと思い出してみて。俺はね、全部4日から7日に発送って書いてあんのよ。で、3日経過で出したわけよ。なんならもう早いわけよ。遅いわけがないんですよ。遅い、届かないってどういうことって。いやー、このね、ことをね、知人に2人ぐらいにね、話したんだけども、まあそういう人もいるよ。頭おかしい人いるよみたいな感じで帰ってきたんだよね。まあ俺は頭おかしいかどうかをとりあえずね、言わないけれども、まあすごいこと起こったなと思ったんでね、動画にしてみました。見てる人の中でも、メルカリ使ってる人いると思うんですけど、いやーもうね、こういう人もね、世の中いるんで、皆さんも気をつけましょう。ただほとんどの人は、いい人だからね。うん。いい人だから、優しくしてあげてね。別に優しくはしなくていいかな。